はい、ということでね、今回は明日ね、ももかちゃんとね、コラボなので、今回これを使ってももかちゃんをね、動画作りたいと思います。はい、すっごい楽しみですね。大丈夫かな、でもこれね、ダイソーで売ってる500、まあ値段は500円なんだけど、でもダイソーなんだよね。500円だよ。うん、500円だよ、ね、なのでちょっとね、あの本格的なカツラにはほど遠いかもしれないんだけど、ちょっとね驚かすために使ってみたいと思います。はい、じゃあおやすみ。おやすみ、明日楽しみだね。うん。おはようございます。おはようございます、セボです。すごい、すごい。ねえねえ、YouTube 見ていい？うん、何見るの？お姉さまですか。そうね、昨日上がってたもんね、夜ね。上がって見てなかった。見てなかった。見た。よかったな。ん？マックちょっと遠いんだよね。なので今日はコンビニです。はい、朝ごはんです。バイエの続き、車内でね、朝は起きたら結構こんなことあるんだよね、撮影の日は。そう、車内がね、あの時間があれなので、車内でいつも食べちゃう。さっきのコンビニで買って、半分、ミミちゃんと半分食べます。はい、で、リミちゃんもうどん、うどんね、昔ね、あのね、うん、4食うどんが良くて、あの昨日の夜で4食達成できたんですけど、2日、あの、あと2食うどんにすれば2日いけるんだ、2日にしようと思ったんですけどの、なんとね、うどんなかったんですよ。ラーメンとお蕎麦しかなくて、うどんがなかったわけなんですね。でもさ、4食さ連続さうどんじゃん、まあ味は違うかもしれないけど、でまたうどん食べたかったもん、5食目もうどんだからよかった。6食目もうどんだよ。うどん食べすぎでしょ。その次にカレー6食狙うんだで、そんな同じものばっかりリピートするの。さすがにカレー6食、あーでも1回カレーを作れば次の日の朝カレーとかもいけるかも、うどんはたまたまだよね。ママ次の日のお昼の給食がうどんって知らなくて、前日の夜うどんにしてんで、朝残りのうどん食べて、昼は給食で、で夜が白でうどん食べたね。何食目でって言ってた。そういう会話もしてたもんね。またうどん食べんの？で今日もまたうどんを探してるとか。私の大好きなものはね、2日食べても飽きないんだ。そうだね、ママもそうだった。あとカレーと納豆もね、6食食べれるんです。納豆巻き、ママもね、社会人の時ね、会社のお昼の時間ね、ハマってるものはね、毎日1週間同じメニューね、じゃあ友達とか聞いてたんじゃない、会社の女の子とかにね、そんな毎日同じの食べて飽きないのってよく言われて、毎日本当に同じメニューを食べて惹かれてたんじゃない。え、惹かれてはないでしょ、さすがにそういう子もいるよ。同じものをバクバク食べる。はい、じゃあゆっくり食べます。パパまだ来てない？じゃあリミちゃんこのまま行きたいか。パパどっ、パパさんどっ。
どういう先なの。本当はももかちゃんにねびっくりさせようとしたんだけど、まさかここで来ると思わなくて今セッティングしてたの。どうどうハイジンじゃあ、ね、ももかちゃん前がハイジンネクセみたいネクセみたい。ちょっとダイソーのだからちょっとなくないもん。本当似合う、うん、ちょっとやばい。行く。How are you today? How are you today? って言う。私あんまりなかったから。こんにちはって。こんにちは。養子に引き取りました。ね。今日は外人の子と一緒にって。Good morning は言えるでしょ。言えない。あれ。おはようとか。そう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 。おはようってこと。無言で。無言。無言で。無言で。分かった。無言で立って。後ろに。普通に立ってる。おさひにしほちゃん、おはようございますって言って。髪の毛が、ドゥドゥーン。いやいや、ウケ。今日なんか、うちにも立ってる。かわいい。リミーナちゃん、今日リミーナちゃんで行く。リミーナちゃん。そう、団子がね。すごいねこれね、金髪ね。リミーナで行く今日は。今日リミーナで行く。結構長いんだよこれ。軽く乗せたらぐちゃぐちゃ。頭でかい人。そうそうそう。はい、じゃあ取りましょう。リミに戻りますか。ごめん。はい、リミに戻りました。すごいすごい。リミちゃん行っちゃったね。ね。さて何でしょう。じゃあそれだけ開封したら、うん、メイノンちゃんとこ行こう。お。お。すいません。何ですか。お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 。吉。小吉。おお小吉だ。韓国語読めてる。すごい。さすご。はい、じゃあ次行きましょう。どうでしたか今日は。ありがとうございました。どうでしたか今日は。楽しかったね。ね、ももかちゃんもいたし、のえのんちゃんとほのぼのちゃんとも会えて ね楽しかったね。ご飯も食べれたし、一日ね、勉強になりました。勉強になりました。常にふうがちゃんとかね、のえのんちゃん、ほのぼのちゃんの、うん、しゃべり上手なんで。そうですね、しほちゃんいつも勉強してたもんね。そう、会うときにいつも勉強してた、うん、勉強動画。勉強、今日は勉強しようと思ってきたんだよね。で、次会うときはもっと積極的に頑張ります。今日なんか、あんまなんかお姉さんって言われるぐらい静かだったんで、物静かでした。そうなの、静かだったの。画面が全部真っ黒だもん。静かになっちゃったの。そっか、なんか後ろからライトアップしてる。パパがライトアップしてる。なんか今真っ黒すぎる。そういうノリで頑張ればいい。そう、そういうノリで頑張るの。だから今日勉強して今こういうノリなんだ。あー、そうなんだ。勉強してこうテンション高くなるの、ね、そう、テンション高くなったの。あー、なるほど。はい、じゃあ頑張りましょう。はい、帰りまーす。帰りまーす。
グミペア。三次元おや。